試合も勝ってやっぱりチームの目標であった3つ勝つということができたので良かったと思います。チャンスが多くてやっぱり決めないと悔しいですし、今後しっかり練習して決めれるように頑張ります。まずはやっぱりチームに勢いをもたらすプレーをすることが一番に心がけています。その中でまあゴールという結果がついてくれればいいなと思ってます。やっぱ1ピリあんまり立ち上がり良くなくて、2ピリからみんなで話し合って修正できたので、難しい試合でしたけど成長できたなと思ってます。みんなの意識の中で PP だったので、ゴール前に集めてそのリバウンドをゴールしようっていうのがみんなで考えてたことなので、結果的に入ったっていう感じで、まだ連敗が2連敗っていうのが一つだけで、まあ、そこちょっと痛かったなと思うんですけど、まあ、それも含めてシーズンだと思ってますし、まだ3分の1なので、これだけ成長できてそのチームをこうビルドアップできるかっていうところが楽しみな部分なので、まあ、今の結果に一喜一憂するんじゃなくて、4月になった時に一番いい状態のチームに持っていきたいなと思います。切り振りに比べたらやっぱり地元感は全くあれなんで、僕も個人的に札幌でやるのは5年ぶりなので、まあ一生懸命プレーして元気なところを見せたいなと思います。非常にちょっとスタート悪くて、タフなゲームだったんですけど、で、まあ、修正できて、なんとか競り勝ててよかったです。まあ、正直ほっとしてますし、今年はチャイナもすごい強いチームなので、まあ、しっかり、戦ってなんとか、勝ち点9取れたっていうのはすごい良かったです。そうですね、まあ、ちょっと怪我人が多くて、ね、非常にタフなゲーム続いてるんですけども、なんとかここで、踏ん張って、もっともっと上目指して頑張りたいと思います。